皆様ごきげんよう。さあというわけでこちらですね、まあ、先ほどの動画でも使いましたラフィーネなんですが、まあ、さっきはですね4次元に挑んだ挙句負けて終わるというね、あの失態をねお見せしてしまいました。はい、その節は誠に失礼いたしました。さあ今回はですね、まあそのさっきの動画をねこう振り返ってよ、そう使ってみてちょっとねやっぱ気になった点があったんですよ。まあ、それがやっぱりね56だと難しい、本当にパズルがやっぱ暗闇食らったりとか、まあ、あとはロックされたりするともう途端にねやっぱパズル難易度が上がってしまってですね、まあ、僕のようなねやっぱパズルが下手くそな人間はもうその瞬間何もできなくなってしまうと、まあ、やっぱ上級者向けなんですよね本当に。でとは言ってもやっぱりさ、ね、ガチャからね出てしまった、あるいは交換でねこう手に入れてしまったからにはやっぱもう使いたいじゃないですか。でね、じゃあそうやってじゃあもう使うってなりまして、じゃあなおかつねそれでもう本当にね、だからもうこうストレスなくやっぱり快適に使っていきたい。じゃあそのためにはどうしたらいいかっていう話ですよね。どうしたらいいと思います？そうです、76で使えばいいんですよ。そういうことですよ。そう、76はもう正義、これはね僕はずっと言い続けますよね。あの数々のねやっぱり神秘の次元称号チャレンジを僕は76パーティーで制してきたと。結局やっぱ76なんですよこのゲームは。なんでちょっと今回はこちらをね76でね使っていきたいと思います。さあというわけでなんと今回多次元いきます。はい、いや4次元すらクリアできんかったやつが何を言ってんだって話だけど大丈夫です、僕にはちゃんと作戦があります。はい、というわけで、まあ、まずはねちょいつべこ言わずまずはパーティー紹介しましょう。はい、まず76がセシリアですね。そしてチャコル武器ですね。はい、でまあこれね正直無交換洗剤でもいいんですけど、まあ一応ね火力出したいんでまあ上限解放にしときましょう。はい、でリーチェが、お邪魔洗剤のインドラ武器ですね。そしてミルが戦国武器で、はい、こんな感じですね。あ、待って、これ、このミルはさすがに洗剤変えてくるか。はい、失礼。というわけで、ミルが、戦国武器で無交換洗剤ですね。まあ、樹脂だけだけど、まあ、既コンボ強化決まればね、多分火力結構出ると思うんで、まあ、これでいいでしょう。はい。そして、チャコルに、ワンパン武器ですね。ワンパンマン武器の、あ、埼玉ですね。埼玉武器の、L 字ですね。はい、超覚醒。で、ラフィーネがボンタ君です。はい。そして相方がアマージュです。まあどっちも遅延ですね。あ、遅延、無効換洗剤ですね。さあこれでいきましょう。いや作戦があるんですが、ちょっと勝てるかどうかはもう本当に分かりません。いやただ、ちょっとね、これは正直、実験的な意味合いがあるんですよね。そう。76を実現できるかどうかを試す場。そう。ここが試す場ですよ。で、まあ、なおかつそれで勝てればいいなぐらいの気持ちで挑んでるんで、ちょっとそこはね、はい、ご理解いただきたいと思います。はい、ここね、まず変身させまして、で、遅延さします。はい。で、チャコル使います。ひとまず、ここはまず、左の3体を、ま、倒しに行こうか。OK。そう、作戦があってですね、やっぱり、あれなんですよ。もう、ポイントはね、とにかく、チャコル軽減。これがあればね、セシリアでも多分ね敵のダメージ受けられるはずなんですよ。そう、チャコル軽減があればね。これでだからまずしっかり削っていきましてね。はいはいはい、 OK、 いいぞ。え、何その通常攻撃。あ、なんかさ、そういえばさ、あ、そうか、なんか多次元ってさ、なんか属性変化のなんか演出がなんか少なくなったというか、そんな入ってたよね。ごめん、僕全然多次元行ってなかったんでちょっと分かんなかったっすわ。そういえばそんなあったね。あ、ごめんなさい、ちょっと話がそれましたね。だからここでしっかりまずスキルダメをねしていくわけですよ。これ耐えれる？あー、危ないね、これ。 OK。 いや、そのさ、通常攻撃びっくりするからやめてほしいんだけど。まあいいや、とりあえずここまずね、スキルダメですよ。スキルダメしっかりここ5色組んでですね、スキルダメをしていくんですが、がよ、ここスキルダメしていきまして、 OKOK、 いいぞいいぞ。すげえ、もうこれめっちゃ順調、めっちゃ順調すぎる。で、そうですね、スキルがね、まあこんな感じでちょっと貯めていきましてですよ。はい、
OK、まあこれでしっかり貯めていきまして、はい、火力上がります。でここで、まあ、まずこいつら1階ですね、1階を突破しに行くと。 OK、 ちょっと最初ここ火力足りるかなって若干不安だったけど、どうですかね、いけますかね、なんかいけそうじゃない、普通に。まあ闇の全体攻撃でもかけましてね、まず1階をこんな感じで突破していき、突破していかないじゃん。 OKOKOK、 じゃあ1体残し成功したんで、じゃあちょっと改めましてね、はい、であとね、そうだ、セシリアをね、ちょっと聴覚性を変えてきまして、無効貫通になってたんですけど、この人ね、聴覚性 10C 追加されてたんで、そう 10C にね変えてきました。はい、うん、 OKOKOK。 でこれでしっかり、じゃあこのターンどうしようかな。ちょっとねスキルチャージは本当に常にかけておきたいんで、ちょっとここは耐えてもらいたい。逆にむしろここは耐えてほしい。よしよしよし、ナイスナイスナイス。でこれで耐久終わって、じゃあここ突破するじゃないですか。そう、ね、今回マジで本当に実験的な意味合いでさ、 やってるんですよ今。そう、もしねこれがさ76がさ実現できるんだったらさ、今後のね高難易度ダンジョンもね、こういう76リダチェン戦法がね、まあ使えるっていう、まあ大きな進歩ですよ僕の中で。やっぱね僕76大好きなんで、やっぱその辺ねできるようになると本当は熱いんですよね、マジで激熱なんですよ。でここはですね、ここさあれだな、まずこれセシリアのまあ威嚇使うんですけど、ちょっとその前にこれリーチェ使うか、リーチェ使おう、これで激減張りましょう。そう、リーチェの激減はね、まあボスのね有利者の大ダメ受けとかにも使えるんで、まあ吸収無効兼そういう役割ですね。やっぱスキルチャージを生かしたね戦法もね、当然やっぱ取っていかないと、やっぱこのダンジョンはね勝てないと思うんで。オッケー。ただこいつらは1体でも倒すとね火力が上がる感じだった気がするんで、まあちょっとそこだけ注意してもらって、もう一旦耐久挟みましょうか。オッケー、じゃあこれでしっかりとねこちら溜まっていくんですが、ここではまだラフィーネ、このフレンドの方しか使えません。そう、この人ね第二形態にスキルチャージ持ってるんで、ちょっとこのスキルチャージ生かして、ちょっとこっちはまだ変身させずに取っときますね。はい、でここは、あ、てか待ってよ、あ、ここどうしよう、これセシリア次の回で使う、なんかここ使う必要なさそうだな。まあまあいいや、とりあえずまあここまずチャコル使って、あーなるほどね、あ、そう、ここ2階で、そうだな、覚醒向こうが飛んできたら、確かにあれだな、覚醒向こうが飛んできてたら、まあセシリアのねこのチャコル武器使う予定だったんだけど、そうか、今回別に使う必要ないもんね。まあまあいいやいいやいいや、とりあえずここまず一旦削りまして、これでね OK。でこれでねしっかりもうここのダメージは耐えられるはずですよね。オッケー、いや素晴らしい、ねもうこの状態でも100万ぐらい のダメージ耐えれるんで、そうなんですよね、リダチェンがもう本当にできるんですよ、普通にこの状態でもね全然戦えるっていう、やっぱチャコルなんよ結局このゲーム。でここはまあ一旦まず片方なんか誰か一体倒しておきますか。さてじゃあここはしっかりとまあ全体攻撃、闇の全体十字消しでも入れてやれば多分飛んでくと思うんで、まあそこでじゃあこのね階層は突破していきましょう。やっぱね76すごい使いやすいわ、だってさそのルーレットから色を拾うっていう作業が必要ないもん、だって欠損なんてさそうそうしないじゃん76だとね。 OK、 よし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 、オッケーオッケー、いいぞいいぞ、ここまで順調すぎる、やばいぞ。
さあここはしっかり消せないが飛んでくるんで、まあここでじゃあリダチェン来ましたね。じゃあここでさセシリア使うか。うん、ここでじゃあセシリア使いますわ。これで威嚇かけつつも消せない解除と、でまあリダチェンもねこれで一旦いなせるということで、まあここはじゃあ適当にまあ暗闇解除とロック解除していきたいと思います。あとちなみにね、あのチャコールをちょっとあの竜の武器に変えてきました。なんとねちょっとこのパーティー封印耐性がね 80% っていうことにちょっとさっき気づいたんですよ。であとねそれに伴ってミルもちょっとあの赤シェリングに変えてきました。はい、オッケー。じゃあここでしっかりとラストターンになりましたんで倒していきましょう。はい、いきますよ。さあ色拾いましてしっかり6色組んでいくわけですね。やっぱさ76だとさそのね欠損することがさそうそうないから、もうなんかさこう最悪さなんだろう無意識にこうね場面組みに行ったとしてもやっぱなんとかなることが多いから、やっぱ楽だわ俺みたいなね。やっぱ脳筋にはねやっぱ76ですよ結局は。 OK、 じゃあここはしっかりこれで倒していくと OKOKOK いいぞ。さあ4階ですね。ちょっとここがね若干めんどくさいフロアなんですけど、まあリーチをね当然使っていく。ああでも見るの赤シェリングがあと4ターンか。ちょっとここ頑張ってさ耐久やってみる。まあとりあえずまずチャコル使って、でこれ皆さん見てください、あと2ターンですよ。ついに次リダチェンができます。はい、まあとはいってもねまだ第2形態の状態なんでまだ完全体ではないですけど、ついにねリダチェンがねできるようになりますよ。やばい、でもちょっとここまでマジで順調すぎる。いや待って、こんなうまくいくとは思わんかったな。さあその時が近づいております。さあ来ました。さあここはしっかりチャコル軽減で耐えていくことができますよと。はい、というわけでラフィーネ使いましょう。さあ来たぞ。まあとりあえずまずはちょっとあのあれですね、うん、これリーチも必要ないんでちょっとここはまずミルが溜まるまでじゃあ3ターンここで耐久しますわ。オッケー、じゃあ溜まったんで使っていきますか。これ使いましょう。さあというわけでちょっとあとこれどうしよう、リーチェどうしようかな。リーチェ使った方がいいかな、空打ちしとく。ちょっとどうしましょうかね、ちょっと悩みどころだなこれ。あのね一応リーチェの吸収ってまあちょこちょこ使う箇所あるんで、まあ空打ちしとこっか。もう、うん、しときますね。ちょっとねインドラ武器普通に強いんですけど、まあいいわ一旦。さあじゃあもうここもねしっかりもうガンガンスキルチャージをね組みまくってですね。はい、そしてまあ一旦こんなもんで OK。 さあこれでお、あと2ターン、あと1ターンだ。さあただここはしっかり突破していく。さあ5回、さあこっからですね、ちょっとまずねこっからもうすでに結構ねしんどいんですけど、ちょっと頑張っていこうな。さあこっからねもう敵の変換の嵐ですが、ちょっとこっから頑張って耐えしのいでいきましょう。でここはチャコルを、これチャコル使わなくても耐えれるかな。まあ耐えれるか、ちょっと待ってここチャコル、いや、どうしよう、なんかぜ一応なんか今日もさやってくる敵いるもんね。ちょっとここチャコルは使わなくていいかな、まだ、まあ、まだ使わなくていいや。うん、多分ここ普通に耐えれるから、あのねここね確かねここまで来ると一旦敵のダメージってちょっとね控えめになるんですよね。だからまあ一旦これで耐えようか。さあそして皆さん僕のラフィーネご注目ください。はい、ついに来ましたよ。Ladies and gentlemen、 皆様、大変お待たせいたしました。ついに76ラフィーネ誕生でございます。よし、さあ頑張っていこうぜ。さあただちょっと削りがね結構渋いからここ怖いな。
いやー、ミリノコシ発揮を食らって死ぬとはずいぞ、ここで。何がレディーさんとジェントルメンや。いや、完璧。いや、もう完璧すぎる。なんや、その削り。おい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 、完璧じゃねえか、これ。よっしゃ。まあ、ここは普通に L 字組みながら突破していきましょう。うん。よし。さあ、まずはアリエルを突破ですね、これで。いや、見て。もうさ、何も考えなくていいって、すごくない？ラフィーネで。ねえ、今までさ、なんか一生懸命こう、ルーレットから色拾ってたのが、もう、バカバカしいね。何やってたんだろう、今までの俺は。もう76でええやんか、そんなの。76が正義なんだよ、結局。さあ、そしてここは、操作短縮かな。うん、そうですね。OK、じゃあここしっかりこれ使って、あれ、フォレスって半分来たら何するっけ？割合からの虚無ですね。OK。まあ、ただ、このパーティーね、激減なんで、まあ、その虚無からの無言パンチも多分大丈夫だと思いますんで。あ、虚無からじゃないや。割合からか。大丈夫だよね。ブラックバードとかでさ、普通に受けられるんだから、このパーティーで受けられないわけがねえもんな。で、ここはしっかり色組めてるの確認して、やっていくと。いや、でも76だったらもう確認しなくてもいいか、別に。ね。まあ、ここはしっかりこれ組んでいきまして。え？は？え？ワンパンしたんだけど。嘘？は？ちょっとよくわかんないっす。なんでワンパンできたの今？ちょっと待って。ああ、でも確かに無効化張ってないからか。ああ、セシリアがめっちゃ頑張ったんだ、今。セシリアとかチャコルとかが。ああ、なるほどね。そういうことか。じゃあさ、このパーティー火力やばいってことか、要はね。なるほど。で、ファミエルですね。これ、ファミエル一番当たりじゃないこれ。あのさ、ロスエルとさ、リュエルだっけ、あいつらさ、半分切ると花火やってくるんだよね。それ結構うざいから、ここさ、お前引いたの結構でかくない？てか、チャコルいつになったら使うんや、使うんや俺。これチャコル使っていいな。まあまあ、そうですよね。そうなるよな、普通は。で、お前なんだっけ、暗闇と回復半減か。なるほど、回復半減と変換。OK。まあ、ちょっとここ火力際どいな。どうしよう。これさ、セシリアさ、使ってもいいんだけどさ、あのね、バールの対策がね、ちょっと僕、あれなんですよ。そう、バールがちょっと怖くて、いやー、ここどうしよう。これ倒せるんだったら俺倒しに行きたい、ここ。いや、待て。待て、落ち着け。ここは、わかった。ここまず、まあ、とりあえずまずチャコル使っとこうか。チャコル使っといて、ここね、あれだ、最低コンボにしよう。これでいいわ、これで。これで一旦様子見。なあ、倒すんかーい。倒すんかーい。まあまあいいや、だってまだ大変や、もう。もういいや。もうさっき、俺なんかダメ感が全然、なんか冴えてねえな、今日。なるほど、倒すんだ。ちょっと待ってね。ここリーチェ使うか？まだ使わなくていいか、別に。いや、でも楽しいな。やっぱ76だ。もう76楽しすぎる、本当に。いや、くそ楽しいわ、これ。操作時間長えし。めちゃくちゃおもろいやん。オッケー、じゃあ、ウリエルもね、こうしっかり削って。うわぁ、またウリエルも際どいな。これ、なんなんだ、さっきから。ちょっとおかしくないか、今日。ちょっとさ、今度こそさ、いや、今度こそは大丈夫だ。だって、今、サブ2倍エンハンスが消えてるから。あ、今度こそ大丈夫だ。ここでまず一旦ちょっと削ってから倒そう。な。もうマジで怖いね、本当に。ミリノコシ発狂とかいう面白くない要素があるから、マジでね、怖いんです。本当に。
一旦これでまず。いや完璧、オッケー、よし、オッケー。うわ待て、リーチェ、あーリーチェどうしよう、あーリーチェ使うか、使おう、リーチェ使って、でラフィーヌ行こう、よし。いやでもね、なんだかんだ安定感があるね。なんかイントネーションおかしいね、イントネーションがおかしいぞ。さあここはしっかりと、もう何も考えなくてもいいわ、パズルだって普通に盤面最大組めたらね、ほなもう組めたようなもんでしょ、ちゃんと6色ね。まあ一応チェックしておきましょう。はい、これでしっかりと倒していく、オッケー。さあいいぞ、バール来ないでほしい。うわ来たぞこいつ、おーやべえの来たぞ、もうこいつを恐れてた俺は。ここまずセシリア使おう。いやー来ちゃいますか君。あのねここさ、確かにもう一枚ミルもいるんですけど、あのねあれなんですよね、ミルまで使っちゃうと次の回のサラスバティでね覚醒回復解除できないんで、でちょっとここはこいつ光属性なんで、もう闇ドロップを拾いまくって頑張ってワンパンしに行きます。ただまずはしっかり色を組むことから、まずは6色、なんつったってまず6色で回復拾う。いやパズル下手すぎる、パズル下手くそすぎる。ただ焦んな、いやー闇3セット、これでいけんの本当に。落ち込もっと来い、いやいけるかこれ、よし、おい強いぞこの編成、おい76ラフィーネに勝てるやついんのかお前、かかってこいよ。でしっかりサラスバテ引いていきましたね、オッケー、よーし、おわ強い、やべえやっとこのラフィーネとかいうチートキャラ使いこなせるようになってきた。いやもうちょっとさっきの4次元の動画ではさマジで全く使いこなせなくてね、ちょっと正直なんか途方に暮れてたというかね、若干ちょっと絶望してたというか、まあそういう感じだったんですけど、これちょっと我ながら素晴らしい編成作っちゃったんじゃないですかこれ。いやマジでこれクリアできたらちょっと本当にあれだな、0次元もちょっとこの編成でいっちゃおうかなマジで。いやてかさすごい削ってんだけど、さっきから火力やばくないこの編成、いやマジですごいぞ。だってさこんなさパズル下手くそな俺が使ってもさここまでいけてんだぜ、やばくないこれ。いやちょっと多次元ね長らく僕挑んでませんでしたけど、ちょっとこれマジで強いぞ本気で。やべえ楽しすぎる、ちょっとここまでなんだろう、なんか使ってて楽しい、衝撃を受けたキャラ初めてかもしれん。あ、初めては嘘だ、それは嘘だけど、いやマジで使っててめっちゃ楽しいよ本当に。いや爽快だな。でクリシュナか、こいつはまず、うわちょっと待ってよ、うわちょっとここやばいな、こいつも多分さ2パンぐらいでやるでしょうってなった時にさ、この次でさベリアル引くとあいつさ操作短縮やってくるよね、ちょっとまずいな。ラフィーネがねあと3ターンなんだよね、うわーこれどうしよう、ここ何秒今、これ3秒パズル頑張って組む、ここちょっとここ集中するわ。 OK じゃあちょっと3秒パズル頑張って組みますね、まずあーくそー
オッケー、帰ってきたぞ俺は。今回ビシヌかオッケーいいでしょう、相手してやるわ。よし、攻撃現象ね。あ、たださ、この後もう一回やってくるよね。だからここは一旦リーチェ使って、うん、そうだね、一旦リーチェ使っといて、よしで、しっかりね、誰だっけ、アスタロトのパズル教室をね、パスしてきました。はい、もう強制パスされるんで、もうここはしょうがないですわ。文句があるならラフィーネに行ってください。さあ、昨日はなんだっけ、あ、そう、がっつりね、撮影2日目だね。もう昨日さ、普通に悔しくてさ、もうあのままちょっとね、もう寝ちゃったんだよね。まあただ今日はもうしっかりね、もうやらせてもらいますわ、マジで。さて、攻撃現象飛んできましたが、なんかこの削り見るとさ、倒せそうだよね。で、この次さ、ワンチャンベリアルが来るから、ちょっとね、まあスキルを残しときたいと言いますか、ね。まあ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 。なんで、まあちょっとここあえて、もうそのまま突破しよう。多分いけるでしょ。さっき攻撃減少中でね、半分以上削ってんだから。すごいね。そう考えたらさ、やっぱ火力すごくない？マジでこのパーティー。ビシュヌはちなみに、神ドラゴン。セシリアのキラーは神マシンなんで、まあ一応3倍キラー乗っかりますね。だってカンストしてんじゃん、ラフィーネが。やばくない？で、12回。うわぁ、アモンか。アモンは、まあ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 、アモンはいいや、別に。これラフィーネ使ったらあかんやつだよね。もうこれ、せっかくリダチにしたのにねっていう話ですから。まあちょっとここはね、一旦どうしようか。これ、ミルのさ、裏のスキルが溜まっちゃってんだよね。まあでも、どうせこの次はあのアシスト向こうが飛んでくるんで、まあひとまず、まずここはまあチャコールだけ使っときます。うん、チャコールだけ使った方が、一旦チャコール使っといて、で、まあどうせこのターンは削れないんで、あ、ただついでにこれセシリアも使っとくか。攻撃現象解除しとこう。あのね、こいつね、結構でっけえダメージやってくんだけど、多分ね、チャコール軽減込みで耐えれるはずなんだよね。まあだからその辺はあんま心配しなくてもいいかなっていう。確かアシスト無効してくるよね。もうちょっとさ、このダンジョンマジで久しく挑んでなかったからね、ちょっと結構ね、忘れてる箇所があるんですけど、ですよね。で、それやってくる。あ、でも待って、あ、やべえ、これアシスト無効中じゃ無理じゃね、これ。あ、終わった、これ。え、これアシスト無効中ってさ、これ耐えれる？え、待って、え、なんか耐えれん気がしてきた。やべえ、どうしよう。え、待って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 、え、嘘だよね、嘘だと言ってよ、さすがに嘘だよね、絶対な。大丈夫よ、俺は信じてるぞ。 HP48000 しかないけどさ、耐えれるよね。あ、もう、いや、耐える耐える耐える。あ、危ねえ、 OK。 あー、怖、マジで怖い。いや、焦った。大丈夫だよね、そうだよね、このパーティーが負けるわけねえだろうが、ふざけんなよ、なめんじゃねえぞマジで。よし、まあそしたら、まあここは普通にもう突破だね。あー、ちょっと怖かった今、一瞬怖かった。ですよね、まあ、激減激減で耐えれんかったの、まあ、このゲームおしまいや。でもよし、で、まあここは多分突破だと思いますが、この次よ、この次ね。もう今まで俺はさ、セイナーが出たらね、もう本当にマジでぶん殴りたい気持ちにね、ちょっと衝動に駆られてしまうというか、そういう感じだったんですが、まあこのパーティーだったらもう普通に耐えれるということで、はい、ただ御影が来てしまいましたと。まあ御影はとりあえずまず、まあ2パンできるんだったらしたいけど、うん、2パンできるんだったらしたいけどね。ただ370億あってさ、しかもキラーが刺さらんよね。
キラーが刺さらんってなるとさすがに厳しくないか。まあだからここは一旦回復しよう。この次か、めっちゃでっかいダメージやってくるんで、まあ、ここはとにかく回復に徹しつつもちょっと軽く攻めるみたいな、うん、であと十字消しか、十字消し入れて OK。 まあ回復力低く見えるけど軽減率が高いからまあ多分大丈夫でしょう。あーなんかスーパーいけそう。ちょっと頑張ってみるか。ここだってさ、あの副属性の火が結構乗っかるよこれ。ちょっとここ倒しに行きます。いやこれいけるでしょ多分さすがに。やっぱ火力すごくないこのパーティー。めっちゃやるやん。さあここ突破ですよ。 OK。 いやもうチャコルが42億出してるもん。多色のくせにチャコルが42億だよ。でしっかり水エキドナっていう一番ありがたい敵が来ましたね。オッケー、この先生もしっかり耐えていくと、よし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 、勝てるぞこれ。いけるぞこれ。いけますよマジで。ただまあまあいいや、うん、一旦ここ攻めようか。ちょっとねあのさ、まあここは多分普通にやってれば大丈夫だと思うんだけど、ちょっとボス戦なんですよ問題は。問題ボス戦で、ちょっと正直あの闇のユリシャが相当きついと思うこのパーティー。てか闇のユリシャは多分このあれだね、フレンドのこのアマージュ武器がたまんないと多分無理だと思う。そうなんだよね。あれ？てかさ、こいつってなんだっけ、軽減率が下がっていくタイプのやつか。まあちょっとここまだね、発狂怖いんで、ミリ残し。ちょっと一旦まだここはあれ使わずに、ラフィーネね、一旦普通に削りますわ。素の火力でちょっと削って、でまあ倒せそうなタイミングでやろう。いけるぞ。いやちょっとね、多次元とかマジでさ、本当にあんましなんか行く気なかったけどさ、もしかしたらいけるかもしれない。でうわこれ際どいな。ちょっと待ってね、こいつのちょっと HP とか調べてくるわ。いやこれ多分ここでいけるわ。こいつ HP40 億で今85盾でしょ。だから実質 HP 大体260億ぐらい大体で、それで今もう半分切ってるから、いや多分いけるわこれ。うん、ここじゃあラフィーネ使って、でちょっとついでにこれリーチェも空打ち。いや待ってよ、リーチェはまだ使わなくていいかな。どうしよう。まあ、とりあえずラフィーネは使っときますね。あ、ただ、待って、欠損か。まあ、色拾えばいいけど、どうしよう、もうここ安定取って、安定タク取って、もうここ、あれ使うか、リーチェ。どうしよう。いや、これほんとどうでもいいんだけどね。どうでもいいってなんかちょっとあれだけど。どうしよう。あー、ただ、キラーの火力が乗らないのか。うわ、怖いな、ここ。うわ、どうしよう。でももうラフィーネ使っちゃったもんね。いやまあいいや、オッケーオッケー。じゃあ、いや待ってよ、じゃあいやリーチェ使うわ、うん、とりあえずリーチェ使いますわ。オッケー、じゃあ使ってちょっと頑張って倒そう。ここキラーの火力乗らないけど、もう素の火力でねじ伏せるわここ。オッケー、じゃあ行きます。いやこの操作時間が長いっていうこの安心感素晴らしいですわ。やべ、なんで最後コンボ崩した俺。もうわけわからんパズルしちゃったよ。まあまあでもいいか、多分これで倒せるよね。 OK、 よし、さあボスだ、来たぞ。うわー、アマージュ武器あと12ターンか。これどうする。いやこれ闇ユリシャ来たらまずいな相当。まあとりあえずまずチャコルだな。チャコルは使っといていいよね。いやもう無難にもう光かあの木でいいわ。あの今回キユリシャも対応してるんで多分。いやもうちょっとその辺来てほしい。もう闇ユリシャやめて。てかもうただでさえさ、俺あいつとさ当たったことないからさ、もう来なくていいよ。もう俺の中であいつはもう幻の存在で居続けろな。お前はいらないね。なんか3パンできそうでできない火力ですね。
まあちょっとじゃあここは一旦あれですか、控えめに殴る、ここ。うん、まあ4パンは多分できると思うんで、4パン圏内には沈められそうなんで、ちょっと一旦ここはもうこんなもんでいいわ。闇属性の火力めっちゃ乗るけどねこれ。あー、オッケーオッケーオッケー。でまあこの次発狂ラインに入りさえしなければいいから、うん、で多分ここでめっちゃ場面荒らしてくるよな。ただしっかりと、まあ、水属性が1個足らないだけっていう、やっぱこれよ、もう76の強み出たね、やっぱこれですよ。もういくら盤面荒らされようと、もうそんなものには俺は屈しないぞとね。じゃあここももう一回若干控えめコンボでね、一旦ターン消化して、で水の拾い忘れに注意して、 OK 色組めてるね。 OK、 じゃあ一旦色組めたんで、ただあまりにも控えめしすぎるのもちょっとあれだから、まあでも一旦これで、まあ一旦こんなもんで、あーちょっと控えめにやりすぎた、やべえ、ごめんなさい、これ控えめにやりすぎましたわ。じゃあ分かった、じゃあこうするでしょ、セシリアの炎波かけてやるよ。これが炎波の重ね合わせですね、これ倒しゃええんやろ。ちょっとマジ真剣にやるわ。さあ色が組めてるかチェックするぞ。あ、くそずれたけど、まあでも組めてるよね、 OK。じゃあここでしっかりこいつをね倒してもらいまして、さあボスですけど、いやちょっと闇有利したデッキ、倒してない、あらあれなんで倒してないの。やべ、やっちゃったわ、あーやっちゃったわ。まあまあでもいいや、6ターン以内倒しゃええんやろ。くそ、なんで削らんかったんだ。もう火力がなんか上限いっちゃってるみたいな、そういう感じ、限界火力出しちゃったか。待って、俺この状態でさこいつと戦うの初めてなんだけどさ、これ削れるもんな。なんかやばくないこれ、あれなんか火力怪しくない。待って、これ足らなくない、火力、これやばくない普通に。あ、やべえ、回復組んでね。でもさ、ちょっと待って、いや、これ、待って、これ無理だった。うわ、やった。マジで。もうマジか。やっちゃった。さあ、戻ってきたぞ。ここね、今、2回殴って、この削り、もうめっちゃ際どいっていう。で、多分ね、さすがにここで、なんか最低コンボとか舐めたことしてると今度はね発狂ライン入って死にそうなんで、もうここ倒しますわ僕、はい、もう信じるよ。でしっかりね光エキドナ引いてね、こう目覚めが残ってますけどね、まあ逆にこの目覚めをね利用させてもらいますわ、はい。であとねセシリアをねちょっと上限解放からね無効化に変えてきましたわ。ちょっとねやっぱなんかねこうダメージ無効張ってくる敵に対してやっぱミリ残し発揮多くて、やっぱ火力盛りたかったんでね、ちょっとセシリア変えましたわ。苦渋の決断だねこれ。火力がね若干落ちるんですけど、まあしょうがないわ。まあダメージ無効を張る敵に対してはね火力が逆に上がっていくと思うんで、でここはもうこれ使って、まあ一生懸命色拾ってね、まあできればここはね、そうだな、まあ火がねいっぱいあるんで多分いけると思う普通に。もういけますね。まあこれが限界か。ちょっと落ち込んで光に乗ってほしい。オッケー、ナイス。いやこれはいくわ、これさすがにいくわ。よし、オッケー。そう、副属性の伸びですよ。さあ、うわっ、あー初見です、こんにちは。やべえ、こいつ待って、どうしようこいつ、やばい。いや、アマージュあと7ターン、うわちょっとこれ待って、まずいな。いや、ちょっとこいつまずいぞ、マジで。マジで初見さんなんですけど。そこで引いちゃうの君を。マジか。
ちょっとここねマジで7ターン耐久しないといけないから、え、7ターンこいつと耐久なんかできる？いやもう初めて当たるんだけどこいつ。何やってくんの？なんか変換とかいろいろやってくんだよねどうせ。うわマジか。やっぱ俺こういうところの引きがねなかなかやっぱしっかりしてますね。もう本当に相変わらずだこんなの。ちょっとこれでさ削っちゃったらどうすんの？これ7ターン耐久できる？これまあ頑張るしかないか。まあ頑張るしかないよな。あ、これミルはちょっと空打ちしとく。あの覚醒向こうやってくるよね確か。ミル空打ちしとこう。あ、でもリーチェ溜まるか。まあどっちでもいいな。あ、違う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 、リーチェは、いや待て違う、リーチェは違うんだ。あ、そうか。待って、なんかこれさ、なんかいろいろ噛み合ってなくない？これちょっと待って、いや待て落ち着け、ひとまず、いやちょっと待って待って待って、いやこれまずいな。いやちょっとあんま削らんでほしい、ここ。ちょっと待って待って、ひとまずこれミル空打ちしないといけないね。覚醒向こうやってくるか、空打ちは必要だ。で、いや難しい。いやこれさリーチェ溜まるんだけどさ、どうせこいつ半分行くときにはこれインドラが溜まっちゃうんだよね。うわこれやばい、待ってマジでやばい、本気でやべえぞ。いやこれねマジでまずい、本気でまずい、これ。いやこれ終わったくね、これ。いやここでリーチェ溜めないといけない、頑張って。やばいマジできついこれ。あのね確かこいつさあれだよね、半分切るとさ毒花火してくるよね。だから陣がないとさダメなんだよね要は。でそのリーチェのスキルがあと22ターン。いやこれやばいわ、いやこれやばいわ、本気で本気でやばいわ、本力でやばい。ちょっとさお前なんかさ攻撃現象のなんかギミックとかないの？そういうのなんだお前、変換ばっかりお前つまらんやつやな。どんだけお前なんかお前こだわりの強い人間なんやマジで、おもんねえよマジでそういうの。でその落ち込もいらないんだって今、逆に必要ない。うーわお前それゴミすぎる、お前その変換マジでゴミってよく言われん？いやもうこれ絶対間に合わん。うわこれやばいわ、うわこれ、どうせっていうの。うわ終わった、終わった、もうこれ半分いくわ、ダメだこれ。いやマジで、いやもうこれ使うしかないじゃん、だって。うわリーチェさえ溜まってればマジか。うわクソ悔しい、マジか。もうなんで、しかもさそもそもさお前いらないわほんまに。ねえあのさドロップ報酬だけでよくない？なんでさわざわざ闇ユリシャとか置いてんの？ねえもう俺マジでこのダンジョンにさもうほんと文句言いたい、なんで闇ユリシャ置くの？いらないでしょこんなキャラ。コインばらまき野郎がさ、誰が必要としてんだよこんなキャラ。ほら早いやれよお前、毒花火してくんだろお前、分かってるよ。でこっから色拾えってことでしょ要は。アホくさねえ、操作時間24秒でさこんなさ毒処理できるとでも大思いねえ。まあもう精一杯頑張るわ、もうあとは落ち込み信じるわ。とりあえずあの回復をとにかく拾いまくればいいんだよね。まあ回復拾っ、まあ回復の三消し入れて、あとは適当になんかもう色適当になんか入れて、もうあとは落ち込んでもう5色降ってくることを祈るみたいな、もうそういうゲームでしょ。分かったわ、じゃあそれかけてみるわ。だって回復は絶対いるもんね、回復は絶対ないとさもう話にならんもんね。だから回復拾うだけでもさこんだけ労力使うんだぜ、もう意味わからんって。でまああと適当に火拾いまくるわ。じゃあ
絶対無理やんけこんな。あもうなんか広いそこに、もうこんなとこでパズル下手なのちょっとやめて。ちょ落ち込む。あもう分かってるよこれ。アマージュねえ、 なんかの間違いでさ、これ2ターンのなんかダメージ向こう。キユリシャか、オッケー、いいでしょう。さあお前の相手をしてやるぜ。こいつはね一応ね大丈夫なはずだと思いますんで、はい、多分大丈夫だと思うんで、もうちょっとね頑張っていきましょう。よし、まあこいつはとにかくもう発狂ラインだけ、もうそこだけや、本当にマジでそれだけ気をつけよう。もうこいつね本当にねマジでおかしいからね。修正前もおかしいけど修正後もね十分おかしいから、こいつの発狂ラインってマジで頭おかしいことで有名なんですよこの人。めっちゃ削るじゃん、何それ、やばくないこのパーティー。え、こいつ1400億だよね、嘘ついてないよねこいつ。自分の身長結構持ってくるタイプの人間かと思ってたけどそうじゃないのか、めちゃくちゃ削るじゃん。でこいつ確かあれだよね、まあ水見る的な感じでダメージがだんだんでかくなるんだけど、いやでもねあれなんですよね、このチャコル軽減で多分こいつの最初の3発は普通に耐えれるはず。まず1発目これ受けるでしょ、耐えますよね当然。 OK でここは暗闇来たんで、まあ適当に暗闇解除しながら殴っていくと、いやちょっとこれマジで発狂だけ本当に注意、でも本当にそこだけ、もうちょっとマジいい加減勝たせてくれ頼むから。もうさ今日だけでさ何時間かかってんの、もうこれ7時間8時間ぐらいかかってるよ、もうほんと頭おかしいってマジで。たださなんかね多次元ってねなんかさなんか諦めきれんのよね。4次元とかだったらさもうしんどかったらあーもういいやってなるんだけどさ、もうこのダンジョンねなんかね諦められないんだよね、ちょっと勝ちたくなっちゃう、もう勝つまでやめられないっていう、うん、多分病気ですね僕。まあそんなことはさておきね、こいつを削っていきましょう。だってさ3発殴って半分よ、3発で半分ってこいつ1400億で半分が700億でしょ、だから1回あたり233億ぐらい削ってんの、すごくない普通に。さあそしてコンボドロップキラキラしております、盤面がねすごいね。でまあ当然こいつのコンボ吸収なんて全然怖くないんで、あーやべえあれ使うの忘れた、なんか操作時間短いと思ったらラフィーネ使うの忘れてましたわ。いやでも一旦これはあれだな、火力調整的な意味合いだわ、うん、そう一旦ここでね削って、でここで発狂ライン手前まで削ろう。よし、だってこれで勝てたらさ、称号チャレンジのね、ロザリン・シーウルフ以外での初めてのクリア編成だよ、俺としては。あれ以来初めてのクリア。うん、シーウルフの編成以外では初めてクリアするわ、俺。ちょっとね、その快挙がね、かかってるから、ちょっともうマジでこの試合は落とせない。さあ、コンボドロップ入っていきまして、ちょ、やめてよ、発狂ライン入んの。そんな寒い終わり方、マジでやめてな。怖い、大丈夫、あ、オッケー、よし、オッケー、ここで決めますわ、行くぞ、ちょっとここ盤面悪いね、これリーチェ使うか。で、ルーレットの位置はめっちゃいいから、あーでも待てよ、これセシリア使う、なんかつかなくていい気がするんだよね。だって闇属性どうせカンストするでしょ。いやもういいや、この場面で倒すわ。木属性木ドロップもまあまあ多いし、もうここで行くわ。
よし、チェックメイトだ。いやもうクソ時間かかった、マジでやば、これ本当に。もうこれでいいでしょ。いやー、さあというわけで皆さんご覧ください、76ラフィーネですよ。これが噂の76ラフィーネです。やったぜ、ありがとうございました。いやー大変だったね。いやでも、いやちょっとこれマジで本当に良くない、この編成76リダチェン。そう、僕はねやっぱこの第2形態、あこれじゃねえや、第2形態、これもうだから第2形態見せろ早く、これですよ。このねスキルチャージにやっぱ僕は目をつけたわけですよ。これだったらワンチャン76リダチェンいけるんじゃないかとね。しかもね今のパズドラにはねこのハロウィンチャコルとかいうねチートキャラがいるおかげで、そうですよ、もう第2形態の状態でも全然殴り合いがこなせると。でさらに言うとね、このセシリアのリーダースキルの強化もめちゃくちゃでかい。あのこの人半減軽減で 62.5% 軽減あるんで、これもねかなりね今回もう役に立ったし活躍してくれた。いやもう本当にね素晴らしいです、もう100点。ちょっとこれは本当にね次のゼロチャレンジでも本当使ってもいいぐらいにちょっと僕は思ってるんで、はい、いやもうこれはでかいわ、もう100点最高や。というわけで終わります。ありがとうございました。